女優介護士准看護師の北原沢子です。今どこに向かってるんですか？今は、お友達が古民家を持っていて、そちらにまあ向かってるわけなんですけど、でも実はその古民家まだまだ住めるような状況ではなくてっていう状況らしいです。そう、私も行ってみないとわからない。ちょっと遊びに行く、そうですね、なんかこうリラックスしに行く、心も身も心も解放しに行くそんな感じかな。ピクニックっていうことで、昨日は調べてさ、すごくいろいろ調べて、だけどさ、サワちゃんからお誘いが遅かったから、だからもう何にもないんだよ、冷蔵庫に。冷蔵庫に何にもないんだけど、とりあえず何かあっちでちょっとできるような残り物で、なんとなくちょっとサンドイッチをあっちでしようかなって、はい、こうみんなでも好きなもの塗って食べれるような、はい、だから足りないものは全部コンビニで買うつもりな感覚で、すごい嬉しい。私もらったラッキョとかをあれを、はい、そうピクルスにして、はい、パンつけてもいいかなと思ってラッキョ刻んできたりとか、あとゆで卵作ってそれをマヨネーズで混ぜてみたりとか、はいはいはい、あとはちょっとしたハムがあったから、あとチーズとか、ね、すごいすごい豪華な感じになりそう。そしてギターをやろうと思ってるんですよ。サワちゃんが？そう。サワちゃんがやるの？ちょっとやるっていうか、どれぐらいやるしかわからないですけど。初めてで、ね、初めてのこと。難しいなんか感じて。まずなんとなくやってないし、すんごい楽器は嫌い。苦手。なんでまた？たまたま、なんですか？ギター用に、作った曲。演奏しながら歌うように作った曲を歌ってくれって言われたんですよ。それで、まあ、譜面書き直してピアノの先生に書き直してもらってで歌を歌ったんですけど、その時にギターのそのコードとかっていうのをちょっと先生から聞いたんですよね。そんなにギターって難しくないみたいなことをちょっと教えてもらって、じゃあ例えば私のマイボーイフレンドっていう曲があるんですけど、マイボーイフレンド、あ、ちょっとなんかごめん、なんかちょっと音が変だった、今音が取れてない私マイボーイフレンド、マイボーイフレンド、もう友達でいてはいけないのじゃんとかっていう感じで、じゃーんのところ、ね、そうそうそう、バイボーイフレンちゃん、バイバイマイボーイフレンちゃん、もうお友達でいてはいけないの、じゃん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 みたいな、音程は合わせられるもんね。はい、なんかそんな感じで、ギターが弾けたら、そんななんか簡単かどうかは全然私にもわかんないですけど、やれたら今までと違うマイボーイフレンドを聴いてもらうことができるのかなって思って。あ、いいんじゃないそれ。なんかちょっとそれを来年40周年なんですよ。あー、そうか。そこを目標に、なんかやれたらいいなとか思って、どこまでできるようになるのかわかんないんですけど。Mm-hmm.
これ 1個でなんか2杯分ぐらい飲めるかも。あ、本当、うん、じゃあ1個ずつでいっちゃう、うんうん、わあいい感じ。サラダほうれん草。はーい、うん、薄かったら、ま、混ぜ混ぜこれ。ありがとうございます。いただきます。はーい、わーい、いい感じ。うんうん、まあ確かに私も20代の頃に戻って海外旅行にもっと行きたかったなと。海外行っていろんなもの見たかったなって若いうちにっていうのはちょっと思うかな。でもあの頃の方がいろんなことが怖くてできなかった。若い時の自分の方がそういう勇気もなんかなかったけど、なんか行動の一つ、自分の行動の一つ一つがすごく重かったです。重いだもんね、そりゃそうだよね。なんかうまく行動ができなかったなっていうのは、いやでもうまく行動できないんじゃなくてうまく行動したんじゃないの。うまく行動したから今があるんだと思うけどね。うまく行動できなかったから、それが私すごく後悔してるから今は、うん、多分即行動するみたいなところがあるのかもしれない。人になんて言われようが、どんな反対があろうが、私がやるって決めたんでやりますみたいなところがちょっとあるかもしれないです。